どうも、近藤と申します。今日なんですけども、最近手に入れたね、アイテムいろいろ紹介していこうかなと思いまして、こんぐらい緩くやるのがサブなんでね、はい、まずおもちゃ、ババン、結構買いました。俺トミカ好きなんですよ。そう。で、タカラトミーとかもフォローしててね。で、この度、こちら、ババン、ミニ四駆コラボのね、トミカが登場ということで、俺ね、ミニ四駆はね、爆走兄弟レッツエンドゴーしか、知らないんですけど、ダッシュ四駆ロとかは俺知らないのよ。他のミニ四駆も実はね、2つ出てるんですけども、俺は爆走兄弟レッツエンドゴー世代なんで、この2つを手に入れたと。めちゃくちゃ好きだったからね。越田哲弘先生ってね、どっち断片書いてる人が、その次に書いてるのがレッツエンドゴーかな。コロコロコミックで。このコミック、この間ね、いろんな名作が無料で読める4日間があってね、最高でした。久しぶりに宇宙人田中太郎見たからね。いや、なんか、涙出そうだった。もう、エモすぎて。そう、でも楽器を山崎とかはなくて、そう、そこら辺見れなかったんですけど、でもいろいろ見ました。はい。そんなさておき、このね、主人公2人の、マグナムセイバー、ソニックセイバーということで、だからこっちの、マグナムが直線速くて、ほんで、このソニック、お兄ちゃんの列が使ってるソニックがカーブがすごい強くてみたいな。だからそれに合わせて、モーターも変えたりみたいな。そんなね、懐かしい時代を過ごしたミニ四駆が、なんとトミカがね、登場ということで。だから、もともとミニ四駆の箱を、オマージュしてるというか、わかるっしょ、この感じ。懐かしい、みたいな。俺実際ね、未開封のミニ四駆もいっぱい持ってるんですけど、これはこれで欲しいなということで、買いました。実際ね、どんぐらいの大きさかっていうと、見て。ちっちゃ。こんな感じですけど、この箱に対してのこれはって思うけど、でもね、これトミカではでかい方なのよ。だからどんぐらいでかいかっていうと、これ普通のトミカも実は買ったんですけど、これね、カップヌードルのトミカ、もういらねえという声がね、もう聞こえてきそうですが、こういうわけわかんねえのを集めてるから面白いわけよ。で、これはさておき、他にもね、実は、これが、G クラス、ベンツね。はい。これと、で、あとは、食べっ子動物。はい、食べっ子動物大好きなんだ。知ってた。あとはこちら、ジープのラングラー、はい、これもかっこいいでしょ。ほんで、あとは自衛隊のね、はい、車ということで、もう一個あった、はい、トーマス、こういうのを、開けたり開けなかったりするんだけども、すごい好きなんです。はい、こういうのを買いました。で、本当はミニ四駆だけでよかったんだけど、トミーのね、サイトってね、5500円以上商品買わないと送料安くなんねんってか無料なんねんね。結構高いから、もうどうせったら買おうみたいなのをよくやってます。はい。で、今回ね、これが出るということで。で、これね、3月16日に発売されたばっかりなんですけど、一応予約してたんで3月16日に届いて、最高っていう一日を過ごしてたんですが、なんと、ブラックセイバーをね、7月に販売が決まったということで。あとなんかね、ツイッターで皆さんのその好きなミニ四駆応募じゃないけど、なんか書くみたいな、なんかキャンペーンみたいなのやってんすよ。おそらくね、その人気投票かなんかで、またミニ四駆の、コラボが新しく決まるんじゃないのかなっていうのを楽しみしてて。俺はいろいろトライダーだとか、スピンアックスだとか、本当にもう何でも出てほしい。あとはブロッケンゲームアウトとかね。どうしてもそこら辺は欲しいですけども。普通のミニ四駆は持ってんだけど、全部未開封で。これはこれで欲しいよねっていう。2個ずつ買うか悩んだの。出して置いとく用と、未開封でずっと持っとくよと。だから未開封でずっと持っとくよっていうのは当たり前に欲しいのよ。悩んでね、ちょっと1500円かって、1450円とかね。そう、それでちょっと悩んでやめたんですが、こういうね、おもちゃを集めて俺は死んでいきたいなと思ってるので、こういうのはずっと買っていきます。それとですね、3月の19日、モータルが8周年を迎えまして、モータルでも買い物しました。こちらね、ババン、めちゃくちゃね、安くいい買い物ができたんですけど、はい、モータルのステッカーついてます。これね、マルニっていうブランドのシャツです。はい、春用っていうか夏用っていうか、まだなんですけど、半袖なんで、これもマルニだな。そう、俺モータルでしかマルニ買ったことないんですけど、モータルがね、セールがえげつないぐらい安いね。これ言っていいんかな。これね、元の定価8万7000円、9万5700円なんですけど、これ2万円ぐらいです。はい。それぐらい安くなります。そう。デザイン好きでね、で、被ることないから、結構着るんですけど、いいでしょ、これ。このなんか、歯磨き粉みたいな色のシャツ。ちょっと、これ、春先にいいなと思って買いました。9万いくらって、その元の定価がさ、めっちゃ高いのに、えげつない割引率。だから 80% 引きとか。で、2万とかで買えるわけだから、
そう、あちょっといいなみたいな、そう、まあ踊らされてるだけなんだけどさ、まあちょっと一回サイズ感もね、これはサイズが48だから結構大きめなんですけど、まあ大きめで着ることが多いんで僕は、こういうねシャツ、うん、このなんていうんだろうね、このほんと歯磨き粉とか床屋みたいな色のシャツなんですけど、まあ中の色ちょっと変えたりとかして、夏ぐらいに着るかなっていうシャツを買いました、うん、そう、なんかどうせだったらね、その周年周年でなんか節目で買っておきたいというか、ああいうね周年イベントで安くしますみたいなやってるところは俺結構覗いたりするんですけど、まあ本当にモータルのスタッフさんすごい人で、今回もね、買わさせていただきました、はい、まあそんなのはさておき、続いてこちらですね、はい、これねナイキのジャケットですね、うん、これねなんかスイムショーツとかってよく出てるんですけど、あのそれの生地で作られたジャケットでして、まあ、雨弾くジャケットなんですよ。ですごいシンプルでよくて、これがまあここにワンポイントナイキのロゴがあるだけなんですけど、あのねなんかコートぐらい長いっていうか、まあコートなんだけどこれで、中のね裏地がねこうあったかいのよ、なんでここがなんかナイキって書いてるでしょ、でなんかまああったか生地になってて、本当だから梅雨とかにも使えるなみたいなやつ、これどこまで長いかってね、ちょっと見せれるかな、こんぐらい長い、うん、長って感じじゃない、長いんだけど、まあ、なんかすごい良くて、これ L サイズね、そうシンプルなやつ、まあこの間、着ようかなと思ったんですけど、もうあること自体ちょっと一瞬忘れちゃって、その出かけでね雨の日に着るチャンスをと思って逃しちゃったんですが、まあ今週結構雨っぽいんでどっかで着れるかなと、うん、まあもうちょっとあったかくなってからでもいいけど、まあまあ今着てもいいぐらい、まあこんな裏地があったかいから、あいいなと思って買いました、はい、そしてこれがね実は結構前からあったんですけど開けてなくて、はい、実は前ね動画で紹介したんですけど、ババーン、はい、ナイキのね箱ということで、まあこれ見たみんな、もう中見せるわ、はい、ナイキのクッションよくわかんねえ、オレンジの箱にオレンジのクッションだな、ででん、いいでしょナイキのクッション、まあ枕かな。そう、これ一回サブチャンでね購入品みたいなやつで紹介したんですけど、こっちに実は黒もあって、ほら黒とオレンジこの2つをね手に入れました。あのねこれは、俺元々黒はリンクさんで買ったのよ。そう、ほんで動画出したらめちゃめちゃその予約が殺到したというか、みんな買ってくれたらしくて、で感謝の気持ちで1個あげるわってくれました、リンクさんが、ありがとうございます。え、いいの？結構するよねありがとうございます。そうだからこれはもう実は届いてから1ヶ月ぐらい経ってるかもしれないけど、そう、うわ嬉しいと思って、ね、まあこの時にねちょうどついでに紹介しようかなと思いまして、はい、まあちょっと駆け足でいろいろ紹介しましたけど、まあ、ざっくりね最近手に入れたものが、まあ、こんな感じかなという動画になりました。いいねオレンジ、あオレンジにしてよかったかも。いや俺だから黒手に入れた時にオレンジもいいなみたいなこと言ってたので、実際ちょっと気になってて買う一歩手前ぐらいまで行ったんだけど、リンクさんがね、まあ、じゃあせっかくなんですって送ってくれたんで、ありがとうございました。すいません、まあいろいろと、まあ、新しいもの手に入れてますが、なかなかね動画で紹介するのも忘れちゃうんで、まあ、ちょっとこういう差別買っていろいろ載せていきたいなと。ほんでノーカットで行くからね、このものは。うん、いや、ここら辺ね、最近ちょっと手に入れたもので嬉しいから、いろいろまあ見せれるタイミングもあって、よかったかなと思います。これも結構裏もね、シンプルなデザインで、本当にだから、ここにナイキ？こっちか。ここにしか入ってないから、ロゴが。これがいいんだよね、この。普通のやつなのに、ワンポイントいったっけ？みたいな。で、これが今、俺が持ってるのが M サイズかな。そう、M ぐらいが俺すごいちょうどよくて。L だとね、気持ち腕がなんか長いかなぐらい。まあ、もともと丈も長いんで、っていう感じでね。はい。じゃあ、まあ、ざっくり、こんな感じの、最近の手に入れたものご紹介ございました。また、やります。ありがとうございました。うん。